はい、本日はですね、5000名の視聴者さんが選ぶおすすめのマウンテンパーカーナンバーワンはどれだというのをやっていきたいなと思います。僕のですね、大本命中の大本命、まあ僕マウンテンパーカーめちゃくちゃあるんですよね。だから僕のチャンネルとしても結構マウンテンパーカーをいろいろご紹介してきたつもりなんですが、どれが視聴者さんに一番刺さってんのと、でそれを買った上でどう思っての視聴者さんはというところでね、今回アンケートを取らせていただいて、本当にいつもいつもありがとうございます。このアンケート機能をやりだしてね、もう3ヶ月4ヶ月ぐらい経つんかな、どんどん票数が増えてきてですね、本当に皆さんのご協力のもとで、この動画が仕上がっておりますので、本当にありがとうございますということなんですが、今回ね、 YouTube の方とインスタの方と両方でアンケート取らせていただいて、いろいろねアンケートで回答いただきました。こうブランド名だけでね、あの純也渡辺とかワコマリアとかっていう風にくれた方もいらっしゃれば、もう具体的にね、あのアイテム名を教えていただいた方もいらっしゃったりはするんですけども、僕はですね、よくよくこのチャンネルで言ってるけど、ジャケット、マウンテンジャケットといえばあのジャケットが一番なんですよと、もうそれが一番僕は気に入ってるし、皆さんにもおすすめできるんですよって言ってたんですが、これがもしランキング入ってんかとどうしようかなとかね、ランキングももしかして1位じゃなかったらどうしようかなって思ったりするんですけども、その辺はね、楽しみにしながら見ていただければなと思いますので、本日の流れとしてはトップ7から順番に6、5、4、3、2、1という順番でね、お話しして、今ちょっとね、あるものとかは実際着てみないしながらね、お話ししていこうと思います。まず第7位からいきたいなと思います。第7位というのはこちらです。コロンビアのウッドロードジャケットということで、こちらのジャケットはね、僕持ってなくて、どんなジャケットか全然知らないんですけども、パッてネットで見たらですね、ああいい感じになってるんやなと思ってね、見させてもらって、偉そうになんですけど、すいません、いい感じやなと思って見させてもらってたんですけど、結構最近ね、視聴者さんからね、コロンビアちょっと紹介してよという声ね、結構あったりしてて、あのこのジャケットはね、僕ちょっと買うかどうか微妙な感じがあって、っていうのもなんでかって言ったら劣化する可能性あるでしょ。こんな感じでね、ボロボロに劣化していくっていう恐れがあったりするからね、ちょっとそれはいかがかなと思ったりして、コロンビアのね、独自のオムニテックっていう防水生地使ってるんですけど、それね、劣化するんちゃうかな、ちょっとはっきり調べてないからまだわからないんですけど、おそらく劣化したはずやと思います。それ嫌やからね、フリースをね買ってみようかななんて思ってはいてるんですが、こちらが第7位ということになってました。第7位に入ってるぐらいなんで、コロンビアといえばみたいな感じのね、代表的なアイテムになってくるのかなと思います。ただちょっとコロンビアはね、この1点しか入ってなかったんで、ちょっと詳しいことはわからないんですけども、こちらが第7位ということになってました。では次ね、第6位に行きたいなと思います。第6位がこちらです。アークテリクスアルファ SV、こちらはですね、僕も持ってるジャケットにはなってるんですが、僕プライベートでガンガン着用してるんですね。だからプライベートでガンガン着用してるアイテムっていうのはこっちに持ってきてないんですよ。これ撮影部屋なんでね、撮影部屋にはもう持ってきてなくて、自宅に置きっぱなしにしてるんですね。だからアルファ SV って、ああ家にあるやないかと、自宅にあるやないかい、で自宅にあるってことは僕がプライベートで使ってるやつなんで、ここには持ってこれないんですよね。持ってこれへんことないけど忘れてたんですよ。だから第6位ということにはなっておりました。ちなみにね、これは一番値段が高くて10万円ぐらいするジャケットなんですけども、このトップ7の中では最も値段が高かったです。で基本的にはこのランクインはトータル的に見たら、そうですね、4万5万ぐらいのジャケットっていうのがメインになってくるのかな。はい、それぐらいの価格帯、3万4万5万ぐらいのマウンテンパーカーがメインにはなってくるんですが、僕の視聴者さんはね、多分それぐらいの価格とかを買い張る方が多いので、世間一般的にね、洋服にあんまりお金かけないよっていう方から見ればちょっと高く見えるかもしれないんですが、やっぱり性能とかね、機能とかいろいろ知ってったりしたら、妥当な金額かなと思いますので、これはね、ちょっとズバ抜けて高かったんですけど、アルファ SV が第6位ということになってました。では次、第5位に行きたいなと思います。第5位はあのレトロなクラシックなあれなんですよね。シエラデザインのマウンテンパーカーということで、こちらはね、僕去年買おうかなと思ったことあったんですけども、なんでね、買おうかなと思ったかというと、このマウンテンパーカーってマウンテンパーカーの元祖なんですよ。ノースフェイスの中のマウンテンパーカーの元祖ではマウンテンジャケットなんですね。あれはノースフェイスの中でっていう話なんですけど、マウンテンパーカーがもう全てのマウンテンパーカーの中で一番元祖なんですので、よくカステラの元祖って言ったら神戸だよねとか言ったり、ちゃんぽんの元祖って言ったら長崎だよねなんて言ったりすると思うんですけども、マウンテンパーカーのじゃあ元祖で何っていうと、同じアメリカなんですけどね、ノースフェイスとかパタゴニアと同じアメリカなんですけども、それのシエラデザイン、このブランドなんですよね。むしろこのブランドってもちろんダウンジャケットとかいろんな他にもジャケット出してるんですけども、最も人気があるっていうか最も定番のアイテムって言ったらこのマウンテンパーカーになってくると思うんですけど、クラシックな感じでね、紐とかも首のフードの紐ギュッて締める紐がね、ドローコード、その金具じゃなくてね、ほんまになんかレザーとか使ってね、
まあもうアナログな感じなんですけど、もう昔の人のね知恵と工夫をやってね、横糸と縦糸を考えて防水にしてとかいろいろやってたんですけど、まあそんなね一昔前のまあ防水ジャケット、まあクラシックな防水ジャケットというのがランクインしてました。もしね需要があればね、僕もね購入してね紹介しようかなと思ってるんですが、まあこちらがねまあ人気あったみたいなので第5位ということになっておりました。では次ね第3位に行きたいなと思います。あ、そうです、第4位でした。第5位がシアラデザインね、次第4位に行きたいなと思います。では第4位というのがあのジャケットなんですよね。もう僕の動画見てたら絶対聞いたことありますよね。こちらです。ノースフェイスクライムライトジャケットというこちらのジャケットになっておりまして、今回ご紹介する中では比較的値段が安い、これが一番安いかな、これが一番安い値段になってます。33,000円ジャストという値段になっててですね、なんかいろんな用途でね使いたいという方にはねいいんかなと思います。マチギ一本で使うにしてはちょっとあれなんですけども、いろんな用途で使うんやったら、例えば持ち運びもできるし、アウトドアでも使えるし、こう街中でパッて着たい時にも着れたりするしということで、まあいろんな用途で使いたいんだけど何かわからへんという方はねクライムライトとかいいんかなと思うんですけど、ほんまにマチギ一本で行くとか言うんやったらそれこそね3位2位1位とかいいかなと思うんですが、まあスポーツもしたりとかいろんな趣味したりするんやけども、釣りもしたりするんやけども、その時にも使えるようなジャケットがいいねんって言ったりしたらね、まあこの辺のジャケットがいいんかなと思います。僕もね最近ね勝手にノースフェイスの PV 作ったりしたんですけど、その時にも着用してたのがねこのジャケットやったりもするので、まあ皆さんのイメージの中でね定番のジャケットかなと思ってあの時にこれチョイスしたんですが、まあ、またちょっと話は変わりますけど、アークテリクスとかねパタゴニアとかの PV また作ろうかななんて思っておりますので、ぜひ作ってほしいという方はですねコメントいただければ、あ、パタゴニアの方が人気あるからパタゴニア作ろうかなとか、アークテリクスの方が人気あるのでアークテリクスの PV 勝手に作ってみようかなとかね、いろいろ考えておりますので、またぜひぜひコメント欄にいただければなと思います。というのがこちらクライムライトジャケットが第4位ということになってました。では次第3位のジャケットに行きたいなと思うんですが、第3位にあれがもう出てきちゃったんですよねということで、そちらがこちらです。ノースフェイスマウンテンジャケット、うわー出てきてしまった。わしが一番推してるやつやないけど、これわしが一番推してるやつなんよということなんですけども、早々とね第3位出てしまいました。まあ一応トップ3に入ってるからよしとしましょう。なんでここにないかというと、そうですよね、僕がプライベートで着てるから、プライベートで着てるやつは自宅にあるのでここに持ってきておりません。忘れてました、今日アンケート動画撮るっての忘れてたからね。パッて見たらね、うわアルファもないしマウンテンジャケットもないし、もうやめようかなと思ったんですけど、そんなもんやめたりしたらねまた撮影するのめんどくさくなってくるからね、もう今のうちに撮っとこうと思って撮っておりますが、多分ここにサムネ出てるとは思います。マウンテンジャケットね、これこそねどっちかって言ったらもうマチギ一本、もうマチギで着たいっていう方にはねもうこれどうですかと。逆にアウトドアとかになっちゃうとねちょっと動きづらさもあるし、やっぱ生地がねちょっと硬いからこう動きづらいのもそうやねんけど、それがやったらこう焚き火とかの時にねやっぱ火花とかで穴開いちゃうとかっていうのもそうやしね、ちょっといろいろと使いにくかったりするんですけど、プライベートだけできるんやったらもうこれが僕は1位やなと思ってたんですけど、皆さんのアンケートでは3位、いや世の中うまいこといかんもんですよね。1位になってほしいな、1位になってほしいなと思ったりするけど、やっぱ価格的な問題もあるんかなと思います。まあ5万5000円ということでね、まあわりかし結構勝負した値段にはなってるんですけど、まあこれがほんまにあれですわ、アニメの主人公みたいな感じですわ。ワンピースでいうところのルフィやし、ドラゴンボールでいうところの悟空やし、鬼滅の刃でいうところの炭治郎やし、すいません実は見てなかったんで、ね、炭治郎が主役やことがわからないんですけど、よく聞くゴワードが炭治郎ってよく聞いてたんで炭治郎やし、あとルローニケンシンで言ったら日村抜刀斎やしっていうことでね、もうそこが一番主役なんですよ。だからこれがそういったジャケットになってます。では次第2に行きたいなと思うんです。第2位が皆さんもそろそろ予想はついてるかなと思いますが、候補が3つぐらいある中の、どれなんかな、あれかなっていうことです。こちらなんですよね、アークテリクスゼータ系ベータ系ということで、まあ、今回ねゼータ SL とかベータ LT とかいろいろあるんですけど、 LT やったかな分からんけど、まあ、ゼータベータっていろいろあるんですけど、見た目はねほぼほぼ一緒です。若干その使ってる生地の厚さが違うかったり、丈が若干長かったりとかっていうのはあるんですけど、ゼータとベータの中でったらゼータの方が人気あったんですよ。だから一応今回はゼータを出してるんですけど、アークテリクスってね名前によってねその生地の厚さ、それからまあ、軽量さっていうのかな、軽さとか、あとまあ着丈の長さとかっていうのが待ち用に特化してたり、ちょっともう登山用に特化してたりとかっていうのが名前で分かったりするんですけども、未だに覚えられへん、ややこしい、もっと簡単な名前にしてくれと。その独自の名前つけて喜んでるのはええんやけど、もっと簡単な名前にしてくれたらもっと入りやすいんやけどなと思ったりはするんですけども、まあ、これがゼータ SL になってますわ。まあゼータがね人気あった理由っていうのは、アークテリクスのまあ主人公みたいな感じなんですよね。さっき言ってたアニメのね主人公みたいなことになってて、確かさっき6位かなんかでもアルファ
っていうのが出てきててね、え、それ主人公ちゃうのと、それ10万もするから、それが主人公ちゃうのと思ったりするでしょ。それはね、劇場版のもうラスボスなんですわ。あの、なかなか出てこへんけども、ようやく出てきたと思ったら、めちゃくちゃ強い相手が出てくるでしょ。あれと同じような感じ、もう幻の存在みたいな感じなんが、まあ、アルファ SV だから、ほぼ普通は買わへんねんけども、もう一歩勇気踏み出すような人らはガッと買いに行くんよっていうのが、まあ、アルファ SV なんですよね。だから、まあ、ベース的にはちょっと、まあ、ちょっと珍しいというか感じなんですけど、アークテリクスの中で最も主役なのはどれって言ったらこれになってくるんですよね。だからこちらゼータが出てきました。第2位ですわ、着用しましょう。まあ、ゼータベータ系ね。だからアークテリクスの中でね、マウンテンパーカー何買えばええのと、よくわからへんわっていう方はね、もうこのゼータベータ系を買っとけばね、まあ間違いもないわと。ほんまにね、今ランキング発表したジャケット、ほとんどゴアテックスです。唯一違うって言ったら、ウッドロードっていうコロンビアのね、第7位のやつと、次シェアラデザイン、まあこれはあのゴアテックスじゃないんですけども、まあ一応ね、全部防水ジャケットにはなってますが、まあほぼほぼゴアテックスがランクインしましたね。ゼータ SL というか第2位ということになってました。ゼータベータ系ね。では次第1位に行きたいなと思います。第1位ね、もうあれやったんですよ。もう視聴者さん分かってますよね。いきます。第1位はこちら。ズドン、ノースフェイス、マウンテンライトジャケット。出ましたねー。ということで、よー、これは強いね。もうほんまに。何のランキングしても上位に入ってくる。おすすめのアウターはって言っても上位に入ってくるし、ノースフェイスのお気に入りアイテムはって言っても上位に入ってくるし、マウンテンパーカーで何がいいでも入ってくるし、まあ大体入ってくるぐらい、これは人気ですよね。ただね、あの、票数だけで言うとですよ、1、2、3位ってほぼほぼ一緒だったんですよ。もうやっぱゼータ、ベータ系ってまとめちゃうと結構票数ガッてあったけども、それを上回るマウンテンライトがあって、さらにちょっと下にマウンテンジャケットがあったってことなんで、ほぼほぼ 1,2,3 位っていうのはね、まあ僅差みたいなもんなんですけど、最終的にね、頭ギュッて抜けた理由っていうのが、やっぱ価格なんかなと思ったりはするんですよね。やっぱ3位が 55,000 マウンテンジャケットね。で、今僕これ着てる2位のゼータ系のジャケットっていうのが 44,000、 唯一このジャケットだけ4万切ってるんですよ。 39,000 なら600円ぐらいかな。だから4万切ってるってことで、まあ価格でもしかしたらグッと頭出たんかもしれんねんけども、まあとにかくまあ人気なのはね、このジャケットになってましたわ。はい、ということでね、あの、近々ね、このマウンテンライトジャケットとこのアークテリクスのジャケット、まあ両方ともまあ主人公みたいなジャケットじゃないですか。これをね、比較した動画も作ろうかなと思ってて、今後ノースフェイスかアークテリクスのマウンテンジャケット買おうと思ってた方なんかにはね、まあドストライクの、あの、動画になるんかなと思ってるので、このゼータのジャケットと、まあ、マウンテンライトとかをね、比較した動画っていうのを出してみて、こういう方にはゼータ系の方がむしろ合ってますよと、え、なんでって、これ裏生地がないから使いやすいですよなんて言ったり、逆にね、このマウンテンライトを使っておけばね、レイヤーする時が優れてますよなんて言ったりしたりすることがあったりするので、まあ、そういう話をね、しようとは思ってます。マウンテンライトでね、唯一嫌がる方っていうか、あんまり好きじゃないっておっしゃる方がいらっしゃるのは、前のボタンですね。ここがボタン、上はいいんやけども、全部ボタンやから、ちょっと一回やってみましょうか。こう閉め、ジップこうやって閉めるじゃないですか。まあ、上まで今ちょっと閉めないんですけど、閉めた時にこうマジックテープやったらピューって触るだけでもつくんですけど、これ一個一個ボタンやから全部ね、こうパチ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 こうつけていかなかったのがめんどくさいって言って、めちゃくちゃわかるなと思ったりするんですけど、マウンテンジャケットはそれがないんですよね。まあ、ただマウンテンライトもね、別にボタンでもね、何箇所かだけやからパンパンパンって止めればいいんで、まあ、人によったらこういうのも嫌がるっていう方もいらっしゃったりはするんで、あんまりマウンテンライトに自するとね、自分の思ってるのが3位やったからちょっと自すってんねやろと思われたらちょっと嫌じゃないですか。だからね、あんま言わないんですけども、マウンテンライトもめちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃおすすめやけども、最もおすすめって言ったら僕いつもマウンテンジャケット言ってるんでね、まあその辺はね、僅差なんでね、別に僕からしたらどっちランクインしてもええんですけど、あんまりディスっちゃうとね、嫌ですよね、なんて言ってるのが、今回がね、視聴者さんにいろいろ、お聞きして作らせていただきましたので、この辺で終わりたいなと思います。はい、ということでね、本日はマウンテンパーカーのおすすめ聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。